はい、皆さんこんにちは、渡りぐるぐしゅうです。今回はですね、プロ野球スピリッツ2015の高橋由伸ですね、選手兼任コーチでのプレー続きをやっていきたいと思います。次はですね、中日ドラゴンズとの3連戦になりますかね。とりあえず練習はしておきましょう。で、名古屋に移動してからの中日との3連戦です。相手の先発は濱田ですね。由伸はベンチスタートです。阿部は相変わらずスタメンに名を連ねていないという謎の状況ですけども、名古屋ドームに乗り込んでの敵地での中日との3連戦です。まずは中日が先取点取った後、巨人が逆転してますね。2対1のままスコア動かず、7回の表ノーアウトランナーなしで高橋由伸、代打で、出番が回ってきました。これから7回ピッチャーは2番手又吉に変わってるようですね。小宮山さん、ここは何としてもゼロに抑えて確認しましょう。ストレート151キロ、スライダーがすごいですね。またよし。わあ、ちょっとこれは大島の、大島の守備範囲内ですね。初球ストレートちょっと差し込まれるような感じでのバッティングになってしまいました。で、高橋のショットもう一度回ってきましたね。9回の表、ノーアウトランナー1塁3塁で岡田にピッチャーが変わっています。4番手の投手、ストレート、スライダー、フォークにカーブ、ツーシームも持ってるみたいですね。さあ、ここはダメ押しのため、そして評価を上げるためにも1本打ちましょう。どうだ、初球から打っていったか、入りましたね。スリーランだ、ほぼど真ん中。今シーズン第2号のスリーランホームラン。ストレートが真ん中に打ち込みましたね。いい当たりでしたよ。で、勝負決まりましたかね。お、最後守備機会も回ってきました。ファーストか、無難に守備こなしたいな。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。アウトコース打ちました、井端。これで3アウト、試合終了になりました。試合終了ですね。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなかスリーランホームラン、かなり気持ちのいい一発出ましたからね。本当に巨人がね、こういう滑り出しをしているかどうかっていうのはちょっとわからないですけどね。少なくともプロ野球スピリッツ上では盤石の滑り出しですね。そして何気に今、原監督から準レギュラーで起用していくよって言われましたけど、今まで準レギじゃなかったんだ、むしろ。とりあえず今はもらっていいかな。さあ、相手の先発は朝倉ですね。順列に上がったとは言っても今日もベンチスタートですね、高橋由伸は。ただこのまま結果を出していけばスタメンも近いかなと。
名古屋ドームからお伝えしてまいります。気のせいかもしれないですけど、結構ね、ど真ん中にピッチャー投げてくるんですよね。なんで、あとタイミングだけ合わせればいいっていうパターンがなんとなく多い気がするんですけど、さあ、打順回ってきましたね。代打で出場、7回の表、ノーアウトランナーなしで、ピッチャーは又吉ですね。又吉な、ちょっと打ちづらいんだよな。ここは何としてもゼロに抑えて終盤を迎えたいところですよね。まあ、そうですね、なんとかものにできそうな感じもありますし、ほらね、といってもこれ大島に大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、追いつけなかったですね。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。かといってね、結構厳しいところ投げてくるピッチャーもいるし、その違いがちょっといまいちよくわからないですよね。でピッチャーは、これは武藤に変わってますか。2試合目の登板です。さあ、ストレート、スライダー、シュート、フォーク、どれが一番の決め球なのかというとちょっとよくわからないんですが、データで見るとストレートが決め球になっているようなんでね、高橋由伸というか僕の得意なパターンのピッチャーだぞ。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、ね、入った、ホームラン、こういう感じなんですよね。ほとんどカーソルいじらずに、ど真ん中に投げてくるんですよね、ピッチャーが。というわけで、6対2ですか。開幕5連勝です。ドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、やはりチーム状態があまり良くないんでしょうかね。いや、巨人強いな。阿部が一塁でスタメン起用されてないのにこの強さですからね。連続ホームラン中か。ヘルマンね、やっぱり巨人強いんだよな。パリーグの方はオリックスとソフトバンクですかね。きっと中日のね、動向もちょっと気になりますけどね。アシスタントか。ちょっと今後ね、アシスタントもどんどん雇っていきたいと思いますけどね。さあ、まずは3連戦、中日の3連戦の第3戦です。やばいね。高橋由伸はベンチスタートです。まあ、ドラゴンズの実質エースと言っていいですからね。やばい。実績十分のやばい。ただこれ開幕6連勝なんてことになるとね、かなりいいスタートだし、名古屋ドームからお伝えしてまいります。ピッチャー陣がいいのかな。今日も接戦にはなっているようですけど、ジャイアンツいい感じでは来てますね。2対2、ピッチャーまだ病でしょう。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。さっきちらっと見たんですけど、もう一度確認させてください、ね、さあ、改めて集中していきたい場面です。ストレート、フォーク、スライダー、スラブ、どれも一級品ですね。どうだ、インサイド打ち上げました。エース級になるとど真ん中に放ってくる感じはないですよね。今も内角の結構厳しいところに、多分ねストレートだと思うんですけど、抜け球のような感じのボールではなかったですね。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。じゃあ又吉に変わって、先ほどの打席はライトフライに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。これは
低めに外れてますね。ストレートも外れてワンボール。下がってますね。バッター警戒してる。センターへ。さあいいところに飛んでいる。センターフライ抑えて3アウト。打ち上げた。守備機会ですね。ライトか。まあ、あの高橋といったらやっぱり吉野部といったらね、ライトのイメージが強いです。バッターボックスは8番谷繁。お、先ほどの打席は選手兼任監督の谷繁だ。掴んでワンアウト。ボールは中継。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには代打の小笠原。これ飛んできそうやな。どうしても期待がかかってしまいますよね。この場面は非常に大事。強い当たり。これゲッツーの、ね、そのまま入って二塁アウト。あれですね、ダブルプレイ。一塁ベースカバーに行かないと、ね、ご覧いただきましょう。最後は巨人が1点リードを奪いました。3打席目回ってきてます。ワンアウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。これ何て読むんだろう。ちょっと読めない。こんなピッチャーいたっけドラゴンズ。でも能力は高いからいったんだろうな。知らなかっただけで。なるほど、そうですね。ここ今日1本ヒット打っときたいな。初球は何で来るか。縦のスライダーが見送ります。ワンボールですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。どうだ。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。右に消えてファウル。ワンボールワンストライク。これはよく見れたな。外角に外れて、ツーボールワンストライク。ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。前球だったんだけどね。ゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういう宇宙から入らないだろう。これは大きい。入らないけど綺麗にやっていった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ホームへ。そうね、2点ファーストランナーのホームイン。でダメ押しましたね。抑えたかった。これで勝負は消したでしょうと。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう最後ね。2点タイムリーも打てたし満足の結果ですね。だこのままいくと巨人独走どころか全勝する勢いだな。はい、というわけで今回は、ドラゴンズの3連戦ですね、お届けをしました。由伸はね2ホーマー3試合の中で話すこともできましたし、すごくいい調子なのでこの調子をキープしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回も応援よろしくお願いします。